三木俊英探偵機関呉田博士恐ろしき夢中の犯罪非常に鋭利な仕込み杖で殺された気絶・解絶東京地方裁判所の刑事法廷で 今日はある少年の不思議な裁判が開かれるというので新聞を読んだ人たちは朝から山のように傍聴に押しかけている巡査や定々に叱られながらワイワイと先を争って飛び込むので昼頃には法廷は爪も立たないほどギシギシと人が詰まってしまったやがて午後の1時頃になると巡査に惹かれて果たして 一人の十六七になる少年が法廷に現れ裁判長の前の泊まり木の前に立たされた目の涼しい眉毛の濃い至っておとなしそうな少年であるおやあれが罪人ですかそんな恐ろしい罪を犯した者とも見えませんねまったく大層優しそうな子供じゃありませんか そうですね。しかし人は見か,けによりませんからね。静静かかかに、静かに。からこう注意されたので今までこそこそとささやき合っていた大勢の傍聴人もにわかにひっそりと静まり返ったけれどもてんでにこれからどんな面白い裁判が始まるだろうかと楽しみなようなまた恐ろしいような。 その子供がかわいそうなようないろいろの心持ちで熱心に目を光らせたり耳をそば立てたりして始まるのを待ち構えているのであったさてこの少年は何者であるかといえば名を根本明といって麻布中学の3年生であるお父さんは根本礼一というかなり名高い油絵の画家であるところがこの晶は先頃から 忌まわしくも人殺しをしたという嫌疑を受けて巡査に縛られ未欠陥といってまだ罪の決まらないものを入れる監獄の中へぶち込まれているのであるもう幾度も裁判が開かれ幾度も証拠調べもしたけれど調べれば調べるほど昭が本当の罪人のように思われてくる人殺しのあった場所にその時昭がいなかったという証拠が立てばいいけれども それががつもらない。かえって居合わせたという証拠の方がいくつも出てくる例えばその場の壁のすすについていたくせ者の指の跡の指紋と晶の指の指紋とを比べてみると寸分たがわずきちんと合うまた上沿いの血の染みた跡とと晶の上沿いと比べてみてもしっくり合うおまけに晶の部屋に 血の染みた上草履が発見された。こうだんだん証拠がそろってくると昭はもうどんなに弁護士がうまい弁護をしても死刑に処せられるか終身懲役に処せられるかするよりほかはなさそうなのであるしかしその人殺しというのは一体どんなことなんだろう誰が殺されたんだろうその殺されたのはやはり油絵の画家で 青山南町の奥に住んでいる須藤というものであった時は2月15日の夜のこと須藤は自分の絵を描く部屋のストーブのそばで塔の長い子に寝そべったまま血だらけになって何者かに殺されていた何で殺されたかというと非常に鋭い仕込み杖で殺されたこの仕込み杖は須藤が日頃大事にして 時々抜き身のまま壁にかけたりなどしていたものであるがくせ者はちょうどそれを取って寝入った彼の体へ胸となく腹となくむやみに突き刺したものと見えるそして逃げ際にうろたえたものかそのまま長いすのそばへ放り出していってしまったのであった屋根から忍び入った形跡がある。 いいよいよ不思議さあ誰が殺したんだろうまずその晩須藤のところへ訪ねて行ったものを警察で調べてみると須藤の友人の有野といって以前は医科大学生であって今はある私立の医学校へ通っている男とモデル女のおつゆという娘の2人であることが分かった。 モデル女というのは皆様もご存知でしょうが洋画家が人間の姿などを描く時その手本になって立っている女のことであるこのおつゆはその晩用事があって11時頃に須藤の画室へ行ってみたがその時は画家はまだ無事でいたそうだ寒い晩であったからストーブに石炭をカッカクと燃やし長い子を近く寄せて温まっていたが 重い風邪をひいて苦い薬を飲んだとかでしかめっ面をしてろくろく口もきかぬほど不機嫌であったからおつゆもそこそこに帰っていったそうである帰りがけに「おつゆさん酒でも飲んでひとねいりしたいからそのブランデーに水を割っておくれ」と言われたからテーブルの上にあったコップへ注いでやって出ていったそうである 警視庁のお医者の調べによれば殺された時間は多分真夜中の12時と午前2時との間だろうとのこと自然おつゆには何の嫌疑もかからなかったなぜならば彼女は11時10分頃に画質を去ったからなのであるもう一人の有野という医学生の来たのはそれより早く9時半頃であったからこれも疑うところはない ところが須藤の家のすぐお隣にある家は今度捕まった昭の家である昭のお父さんの画室と殺された須藤の画室とはちょうど向かい合っていて明かり窓や手すりなどが双方についているそうして警察官が詳しく調べてみると昭のお父さんの画室から一人の男が出て屋根から林家の画室へ忍び込んで また元のとのころへ引き返したとがちゃんと分かった。床のほこりについた上揃りの跡や壁についた指の形を合わせてみると前にも言ったとおり一つとして昭のものでないのはないだからもう誰が考えても昭の仕業としか思われないけれども昭はどこまでも知らぬ知らぬと言い張って決して白状しない それに少年の顔つきや様子がいかにもおとなしく正直そうであるからもしや彼ではなくて他に殺した者があるのではないかとも迷われるしかしそう言っていた日にはきりがない裁判官というものは迷わず疑わずに冷静な頭で事を見分けて局か直かの判決を下さねばならないで今日は4度目の公判を開いたのである 髪の白い裁判長も意地悪そうな検事も判事も書記も弁護士も巡査も定帝もそれぞれぞろりといかめしく席について哀れな昭少年を取り囲んでいる裁判はこれからいよいよ始まるのである怪しき老人誌は果たして何者 かれんなる少年裁判長は今しも白いひげをひねりながら意義を正して尋ねだした3月15日の夜事件の終わった晩の9時頃にはソナダは何をしておったがはいちょうどその日はお父さんが水戸へ旅行して留守でありましたから。 夜の9時頃には僕はお父さんの画室へ行って歴史の教科書を読んでおりました。あの晩は昼間のベースボールで大変僕は疲れておりました。それでもう寝巻きに着替えて上草履を履いて安楽椅子に腰をかけておりました。と昭少年は少しも恐れずに大胆に白い表を上げてはっきりと答えていく。 教科書をいつまで読んでおったか9時半まで読みましたするとお父さんの知り合いで有野さんという医学生が訪ねてまいりましたお父さんは留守でしたけれど有野さんのお酒好きなことを知っていましたからお母さんの指図で画質にお酒を出してごちそうしました有野はいつまで遊んでいたか10時近くまで 確かにその頃までおったかはい有野さんが帰ると間もなく柱時計が10時を打ったように覚えていますそなたは戸口まで送って出たのかいえお客様が辞退するものですから送って出ませんでした有野はすぐに出て行ったか確かそうだろうと思います 玄関の戸の閉まる音が聞こえましたからおおちとおかしいなと裁判長はしばらく首をひねってからここが肝心なところだからよく考えてみるがいいそなたは有野が十時前に糸まごいをしたというがそなたの家の女中のおつるの申すところでは つるは10時半と10時45分との間に外出からお客様の出て行く足音を聞いたそうじゃまた有野を調べてみると彼はあの夜9時30分にまず隣の須藤を訪ねてそれからそなたを訪ねたのじゃそしてそなたと別れたのが 10時半過ぎであると言うておるこれでもそなたは10時前と言い張るつもりかでも僕は確かにそう覚えているんですおつるのやつが間違えたんでございましょうそれはともかく有野の去った後でそなたは何をしたまた本を開きました けれどもその時はもう非常にくたびれていましたから、本の上へうつむきになってうたた寝をしたかと思います。ね。冷めたのはいつじゃ？朝方になって冷めました。冷めてみますと、ストーブの火は消えて寒くはありめまいがしましたから、急いで自分の部屋へ帰って寝床へ潜り込みました。 その目覚めた時は、以前と同じ椅子に腰掛けていたか無論そうであります。教科書だけは床の上へ滑り落ちていました。すると、椅子へ腰掛けて眠っていただけで、その時に手すりの方などへは出なかったのじゃな。決して手やいたしません。 僕は安楽椅子から一歩だって動きはしません。どうぞ僕の言うことを信用してください。僕が須藤さんを殺したなんて実にとんでもない無実の罪です。実に、実に実にけしからんことです。何のわけがあって僕が須藤さんなどを殺すものですか明少年はだんだん心が激してきたと見え、 真っ赤な顔をして胸をそらして弁じだしたこの様子を見ると傍聴人たちはかわいそうになって互いに目と目を見合わせた中にも真ん中ごろの列に五重ばかりになるフロックコートを着た品のいい老紳士がかけていたその老紳士は誰よりも一番熱心に少年の様子を先ほどから眺めていた人であるが今しもあきらの言葉を聞くと しきりにうなずいてやはりこの子どもの仕業ではなさそうじゃと低い声でつぶやいたしかし誰もその声には気が付かなかったこの老紳士というのは誰であろう少年が気絶したああ無情なる裁判長 裁判長はちっとも構わず再び調べですそなたは何か須藤を恨んでいるようなことはありませなんだか恨みですか何にもありませんだがうわさによるとそなたの父と須藤とは画家同士で今年の秋の絵画展覧会には 我こそ一等賞を得ようと思ったところから何か競争をしたあまりに仲が悪くなったと聞いたが事実さようか少しはそんなことがあったかもしれませんが僕は子供ですから何にも知りやしません僕は帰って須藤さんには色い々ろいろ親切にしてやりました もしあの人を仇のように憎んでいるものがありますとすれば、それは僕のお父さんじゃありません。ただいま申す、有野さんです。有野さんが大学へ入るとき、須藤さんは保証人になってやったのですが、有野さんが不貧困でお金を使うものですから、有野さんのお国のお父様へ言いつけたのです。それから以来、有野さんは学士をたたれ、 大学の方も対抗されたものですから心ではひどく須藤さんを恨んでいたようですが何か恨みがあって僕が殺したなんてそりゃ嘘なんです無理なんです晶は残念でたまらないように拳を握って止まり木をたたいているのぼせたように目がちばしって額からは汗がダクダク流れている 傍聴人の中の例の老紳士はじっとそのわりさまに注意していたあの夜そなたは有野に酒をごちそうしたと申したなはいそなたも飲んだかたった一杯飲みました有野の帰ったあとでとっくりはそなたの手の届くところにあったか あったろうと思います。けれども全く僕はその上飲む気にはなれませんでしたそなたは一杯以上は飲めないのか僕は酔っ払いは大嫌いですと昭はいまいましそうに言い放ったむやみに腹を立ててはいかん何か愉快な時には少しは飲むことがないではありません するとあの夜も一杯以上飲んだかもしれないのじゃな。い,いえあの晩は誓って一杯きりでした。そなたは安楽椅子へ腰掛けてうたた寝をする癖でもあるのか時々考えに沈むことはありますけれどうたた寝をすることなどはめったにありません。があの晩に限ってなぜしたのか 僕不思議ででたまらないんですよししかしそなたが酔っていたということには確かな証拠があるぞえそんなけしからん話はありませんどこにどこに証拠がありますかとアキラはブルブルと体を震わせた黙れ その方、いかに弁解するとも、酒の酔いに乗じて強行を遂げたにそういやるまい。その方が、あの夜着ておった寝巻きのたもとが焦げておったのはどういうものじゃ。仕込み杖を取って須藤のそばに忍び寄った折に、暖炉の火で焦がしたものと本官は認めるのじゃ。そのほが、 寝巻きのその血の跡上沿いの血の跡は返答あるか裁判長は昭少年をハったと睨んでこう叱りつけたその声はビリビリと法廷のガラス窓に響けるくらいであったするとにわかに巡査や帝帝がバラバラと昭少年のそばへ駆けつけた昭は「うん」と一声気絶して ひっっくり返ったのであるこの時傍聴席から立ち上がったのは例の老紳士である彼はつかつかと倒れた昭のそばへ歩み寄った「あなたはどなたですか?」と巡査が咎がめると「わしはくれたと申す者じゃわしは医者じゃからこの子供に一つ応急手当てをしてあげよう」 と言いながらさっさとあきら少年を抱え上げたくれたと言われたのでそこに言い合わせたものは初めて気がついたこの老紳士は例の有名なクレタ医学博士であったのであるさて慈悲深い博士はこれからあきら少年や裁判官に向かってどんな働きをするであろう クレタ博士が不思議の実験いよいよい出ていよいよ解説気絶したラ少年はクレタ博士の手当てのためにすぐに回復したその日はそのまま法廷も閉ざされたがその後一二度裁判が開かれるにつれて彼が真の罪人であるだろうということはますます信ぜられてきて今はもう逃れられない場合となった まだ定年前の少年のことであるからまさか死刑にもなるまいがそれにしても重い刑罰を切るばかりか人殺しよ人殺しよと一生世間から後ろ指を刺される日陰者となるのであるこのうちにあってただ一人少年の無罪を主張しているのは呉田博士ばかりである博士は今度の事件を人知れずいろいろに研究してみた結果ついに機械なる事実を発見したから この憐れむべき昭少年を救ってやろうと考え出したのであるで博士は早速裁判長を訪ねてみたそして昭少年には全く罪のないということを主張したするとあなたは昭少年が殺したのではないとおっしゃるのですかと裁判長は博士に尋ねたいや 殺したのは犯人と昭に決まっているが殺さないのも犯人と決まっているこれは妙なことをおっしゃるでは間違って彼が殺したとでもお考えになるのですか間違いも間違い大間違いです少年はある悪い奴からいわば催眠術のような不思議な術をかけられて そのものののも言いい。つけるままに、に夢中で須藤の家へ忍び込んだものに相違ないと博士はいろいろに説明して聞かせたそしてその証拠にはもし裁判長が昭少年を監獄から出して一晩少年の家へ帰らせるならば博士はそこへ行って2月15日の晩と同様に博士が悪者になりかわって昭少年に不思議の術をかけ 同様の働きを彼にさせてお目にかけると言った裁判長はしばらく考えていたがやがて他の判件児と相談してからまた出てきて裁判官たる者はそういう法律以外の不思議のことに迷わされてはならないことになっていますが他ならぬ有名な博士のお説でありますから参考のために その実験を拝見することにいたしましょうと丁寧に言ったその晩のことである青山南町の昭少年の家には監獄から出てきた昭と裁判官一行と呉田博士とがこっそり集まった家の外には23人の巡査が立ち番をして未りに人を入れないとと,ともに大事の県議人の逃げるのを防いでいる 今時計がチンチンチン,チンと寂しく十誌を打った全て2月15日の夜と同じように支度をした昭少年はお父さんの画室に入りストーブの沢の安楽椅子に腰をかけあの晩と同じ寝巻きを着同じ上草履を履いて同じ歴史の教科書を読み始める。 薄暗いランプがそれを照らしているそうして画室の外の暗闇の廊下には裁判官たちが黙って息を凝らして立っているまた林家の須藤の方の画室もあの晩と同様の装置をなしストーブの火を延々と燃やしそのそばの長い子には須藤が寝ているわけであるがもう死んでこの世にはいない人だから厚い街灯を丸めてそれに着物を着せ 仮に須藤として寝かせておいてあるれ田博士はやはり廊下の暗闇に立って昭少年に半時間ばかりも本を読むに任せていたこうしているうちにだんだんその晩の心持ちになってくるからなのである11時ごろになると博士は初めて画室の中へ入っていったそして少年の本をやめさせその前に立って じっと少年の両目をにらめつけた少年にも博士を一身に見つめるように命じたこうして2三3 0分たつと恐ろしいものではないかラは博士の不思議の術にかかってすやすやと眠るように目を閉じてしまったすると博士は裁判官たちを中へ呼び入れて 少年の手のひらを針でつかせてみた目が覚めないまぶたを手で押し広げてランプの光で照らしたこれでも目が覚めないまったく眠ってしまったのである異様の危機が部屋に満ちてきたこれからどうなるのだろう 博士はその手を眠ったアキラ少年の被写に加えてこう言い始めた。今はあの番の十時である。あの次に起こったことを残らずわしに話すがいい。するとアキラ少年は眠ったままで物を言い出した。その声はどこか遠方でギィギィと機械でもすれあうような機械な音である。 はい、僕はまた教科書を読み始めましたところがふいに気が遠くなってしまったからこれはおかしいなあと思ううちにふと気がつきますと一人の男がどこからともなくぼんやりと部屋へ入ってきて僕のそばに 黙って立ってて立いるんです「そしてその男は何か僕に向かって不思議なことを行うらしいのですけれども何しろ僕はうとうとと眠たいような酔ったような変な心持ちになっていましたからそいつに手向かうことも 何もできません。ところがそいつの心が僕の頭の中へ食い込んできて僕の頭を占領して全く僕の心をそいつの言いなり次第にさせてしまったような気がしたんです。 そいつは誰だか、お前は知っているか。ああ、僕わかりました。アリノさんです。で、アリノさんはお前に向かって何か言っているのか。ええ、なんにも怖いことはないから。 俺の言うことを聞かなくてはいかんというのです。そして立てと言うから僕は立ち上がりました。ランプを消せというから消しました。ところでまた有野さんは僕に向かって 今夜十二時が打ったらば、君は須藤の画室の屋根の明かり窓から忍び込んで、須藤を殺さなくちゃいけないと言うんです。僕はそれを聞くと怖くなってしまいました。僕には、 人を殺すなんてそんな悪いことはできやしないと言ってやりましたそれからどうしたすると有野さんは急に笑いだしてそんなことを本気にするやつがあるものか冗談だよ 冗談だから笑っておしまい、と言いますから、僕も笑ってしまったのです。ところが、また言うには、須藤さんは今夜大変加減が悪い、ストーブに火を起こして、 そのそばへ長椅子を引き寄せて寝ている。誰か見舞いに行ってやらなくてはかわいそうだ。君はすぐお隣のことだからぜひ行ってやらねばなるまい。それでもし君が行くならば十二時を打って、 たにいくがよいその方法は、こうこうして、向こうへ行ったらば、またこうこうせねばならぬ、と、くわしく教えましたので、じゃあ、そのとおりにしましょう、と言うと、有野さんは、 出て行ってしまいましたところで今は何時だか知っているかそうですねちょうど10時半ですお前には本棚の上に乗っているあの時計が見えるかあきら少年は相変わらず目をつぶったまま 指さされた本箱の方へ顔を向けたそして「わかります」と答えたではこの時計が12時を打ったらばお前は2月15日の晩にしたとおりのことを少しもたがわずにやってみるがよい「必ずいたします」 時しもランプの炎は波のようにゆらゆらと揺れぼーっと燃え立ったかと思うと急に衰えてそれから消えてしまった同時に部屋は急に真っ暗闇となってただ窓を漏れる弱い青白い星明かりに部屋の中の五六人の人影がぼんやりと幽霊のようにものすごく見えるばかりである 一種異様の危機が室内に満ち満ちていたみんなは言い知らぬ寂しさに浸透ンしたまっているその間に時計の針はチックタックチックタックとだんだん時を刻んで夜は更けてゆくばかりであるいよいよ十二時の時計が鳴り渡った と、眠っていた少年はすっくと安楽椅子から立ち上がり目を閉じていながらまるで目開き同様ずんずん窓の方へ歩み寄って欄干の方へ出て行こうとする巡査たちはびっくりしてその後ろへついていった昭少年はあんなに盲目のまま歩いてもしや縁側からでも滑り落ちはしまいかと心配したからであるそう あなた方はもうここにいる必要はないこれから隣の画室へ急いで行って何事か起こるかご覧なさるがよいくれた博士がこう急いで行ったので裁判長以下一同の者は急いで隣の家へ行ってはしご壇を登り画室へ入ってみるともう屋根にミシミシと音がしてどこをどう伝ってきたものから少年の姿が 窓に現れたものすごき夢中の行動恐ろしき催眠術の能力彼は明かり窓を伝って上手に部屋の真ん中へ飛び降りたそして見えない目を見張ってキョロキョロと自分の身の回りを探すような様子をする。 その不思議なものすごい行いを見ると参観人たちはだんだん恐ろしくなって思わず身震いをするようになったこの部屋の中には誰がいるかと博士が訪ねた須藤さんですどこにいるか有野さんの言ったには須藤さんはストーブのそばの 長椅子に寝ていられるそうですこの部屋の中には他の者は誰も言いはしないかどなたもおりません全く昭少年は裁判官や博士たちが自分のすることをいちいち厳重に同じ部屋の中で見守っていようとは夢にも思わぬらしいのであるで彼はキョロキョロ見回しているようであったが やがてストーブのそばへ歩み寄ったそしてそのそばへブランデーの瓶やコップや粉薬の袋などがのっている一つの小さなテーブルを引き寄せた「なぜお前はそのテーブルを動かすのか?」と博士はびっくりして尋ねたでも有野さんの言うには須藤さんは今夜に限って ストーブのある場所と寝椅子のある場所とをあべこべにしておくのだそうです。つまり、いつもストーブのあるところへ寝椅子を持っていってね。いつも寝椅子のあるところへストーブを置くのだそうですから。と、例ののっぺらぼうな機械のような声で返事をする。 ですから僕は須藤さんの寝椅子のそばへテーブルを寄せておくのです夜中に須藤さんが目が覚めて薬でも飲みたい時にはこうしておくと体操都合がよいのですくれた博士は内心非常に驚いたように思わず目を見張っている 有野という医学士はどこまでラ少年をだましたのであろう少年は全く須藤の実際に寝ていた寝椅子をストーブと思い違えているのであったさてラ少年は今度は壁の方へ歩いていきそこに抜き身のままでかかっていた仕込み杖に手を触れた「そんなものをどうするつもりなんだ」と博士が尋ねる これは長い火箸でしょなんでも有野さんの言うには壁に火箸がかかっているからそれでもっと火をかきおこしてやれというのです。で、僕は火をかきおこさなければなりません。部屋があたたまるときっと 病人は喜ぶでしょうこう言って昭少年は仕込み杖を取り外したがその持ち具合を見ると本当に火箸を持っていると思っているらしいのであるそしてつかつかと寝椅子の方へ進んでいって須藤の身代わりに寝かせておいた街灯をめがけて幾度も幾度も突き刺すのであるこれが街灯でなく本当の人間であったならば 血だらけになって殺されずは済まない。何をするつもりなんだ有野さんの言った通りに、火箸でストーブの火をかき回しているんです。こうすると、今に暖かくなって、体操須藤さんのためには薬です。と平気で言った。 少年はどこまでもネイスとストーブとを間違えている。こううししてておけば、もう帰っても差し支えっありません。と言いながら彼はちょうど火箸をストーブの脇へ置くように仕込み杖をネイスのそばに置いて相変わらず目を閉じたままさっさとまた猿のように明かり窓をよじ登って屋根から帰っていってしまった。 これは期待じゃ実に不思議じゃあの晩の翌朝ここへ来て調べた時もこれと少しも田川のように同じ場所に仕込み杖が置いてあったと言ってんじは舌を巻いた他の人たちもみんなあきれかえってしまった今更に昭少年の 不思議な力にかかって夢中に人殺しをしたことを気の毒に思うようになったあるいは死刑の宣告を受けるかもしれぬ刹那の活動その翌朝のことであるくれた博士は朝飯が済んでから 自分の書斎の椅子に腰掛けて何心なく新聞を読んでいたがやがて何か見つけたと見えて「おあ怪我をして入院したのかうん」と独り言をしてではちょうど学校へ行きがけじゃから一つ見舞ってやろうそうして何と思ったか急に身支度をして家を出て いつもの通り電車で駿河台へ降りて横丁の一つの大きな病院へ寄ったこちらにありのと申す医学生が入院しているはずじゃがわしはくれたじゃと言って通じてくだされ看護婦がまた出てきて案内をするので長い廊下をついていくととある一つの病室に通してくれた見ると 寝台の上に真っ青な死人のような顔をして寝ているのはアリの心臓である今朝の新聞には昨日1台の自動車が日比谷公園を出ようとすると一人の酔っ払いの学生が車輪にひかれて足と腹とにめちゃくちゃに大けがをし命も危ないほどで早速駿河台の病院に入れられたと書いてあったがなるほど博士が今見ると。 じゅういっぱいに包帯をして息もかすかにもうとても助かる見込みもなさそうであるありのかひどいけがをしたのうくれたじゃこう言うとけが人は細く目を開いてみてああ先生ですかしばらくでございました と弱いしゃがれた声で言った有野は大学にいた頃博士の教えを受けたことがあるから知っていたのであった先生僕はもうとても助かりません覚悟しています別に死ぬのは怖くもありませんが。 死ぬのは怖くない。それは良い覚悟じゃ。が、死んでから地獄へ落ちるのが怖いじゃろう。先生、なぜですか僕は、地獄なんてものがあろうとは、思いません。では、ともかくもお前は、 死んでからあのアキラ少年に会うのは苦しくはないかアキラ少年なぜまた出し抜けに、そんなことをおっしゃいますと、ケガ人は思わず目を大きく開いた。ああ。お前はいかに隠しても、私は残らず知っておるぞ。 お前は同じ死ぬにしても須藤と昭少年とに対して罪を犯したまま死んでゆくのは心持ちがよくあるまい,いことに無邪気な昭少年は監獄へつながれてあるいは死刑の宣告を受けるかもしれないではないかい,いえ須藤は死んでもいいやつなんです僕はあれには 恨みがあります。須藤にあっても、明少年には何の恨みがあるお前は自分の恨みを晴らすために、善と有望な一人の少年を殺して、それで済むと思うか明少年が死刑に処せられてからに、もしメイドでお前にやったらば、お前は何と言い訳をするつもりじゃ 博士がだんだん事の主宰を解いて聞かせるとその言葉が身にしみたものかまた我が身の罪が恐ろしくなったものかケガ人は次第次第に身をもだえだして果ては玉のような涙を流してさめざめと泣きだしながら「先生実に申し訳がありません僕は白状 いたしますみんな僕の仕業なんです。さだめて先生は今日僕に白状させるためにおいでになったのでございましょう。そうじゃお前が白状して死ぬ前にお前の印を押しておかぬことには。 少年は永久に助からぬことになるのじゃうんこれでよかったよく白状したその懺悔でお前も快く極楽へ行けるというものじゃ博士は一枚の紙に有野の言葉を書き取りそれへ有野の手で名を書かせて彼の陰形を押させた 博士の骨折りのかいもありそれから1週間ばかりたってさしも不思議な犯罪もかなりと分かり昭少年はめでたく無罪放免になったそうしてその日の夕方有野は病院で眠るがごとく息を引き取ったということである